皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はエンシェントウェポンホーリーのファミ通紹介をしていきたいと思います。人間を殲滅するホーリーの復讐が始まります。遥か昔、少女の姿をした自立型兵器ホーリーを生み出した人間たちが、その強さに恐怖を覚えて地中深くに封印しました。数万年の時を経て、深く暗い魔法遺跡の底で眠りから覚めた彼女は、人間への復讐心を抱いて地上を目指すことになります。掘って落として押しつぶす鋼弾や鞭を使ったアクションに加えて、落とした敵を一撃で葬る押しつぶしのギミックもあります。なんかたった一人で人間たちを相手にするみたいな、そういうゲームですかね。なんか中には兵器とかをなんか核兵器とかを使って滅ぼそうとする、なんか軍隊とかも出てきそうですね。ちょっと内容がよくわからないところはありますが、だいたいそういうゲームでしょうかね。ひとまず今回はこの辺で、エンシェントウェポンホーリーのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。